丈夫ですか、今こんな感じで落としますけど前髪とか大丈夫ですか。もういい。強みはやっぱ自分たちのスピードが、結構コート内でのスピードが強みだと思ってるんですけど、やっぱそれ以外の強みももうちょっと増やしていきたいなっていうところですね。いろんな人からは佐藤さんが後ろ、自分が前っていう形が強みなのかなと思うんですけど、自分的には自分が後ろで配球しながらも佐藤さんがカウンター球に対して前衛捕まえるだったり、自分がスマッシュって相手のクロスリターに対して佐藤さんが決めるっていうところも、お互い前にいても後ろにいても攻撃が強いっていうのは強みなのかなと思います。やっぱ練習とか、バドミントンが関わるともう真剣にバドミントンをただ頑張ってる選手なんですけど、プライベートだと結構自分ら5個年が離れてるので、お茶目な部分だったり無邪気さがある選手だなと思います。パッて見た時につまずいてたり、なんか忘れ物多かったりはちょっとあります。前見てないことが多くて、今日のコート行く時もいろいろ蹴っちゃってつまずいてしまうことが多くて、ちょっとどんくさいところが多いです。すごい頼りがあって本当にお姉さん的存在、チームでもそうなので、すごいいつも迷惑をかけてしまってるんですけど、本当に頼りにしてるのが先輩です。自分もまだまだ子供なところがあるので、助けたばかりの子供もあるし、まあ、チーム内に先輩もいるので、自分もまだまだこれから頑張らないとなっていう。今年から国際大会にも出始めたんですけど、やっぱり日本と国際大会だと、まあ、自分たちのプレーができない部分だったり、海外の選手とかのやっぱ強さを思い知ったので、結果としてはまだまだこれからついていかないといけないことだけど、今年の全日本総合での上位を狙うのと、あとは国際大会でもどんどんランキングをアップしていって、どっちもミックスサービスでもダブルスでも結果が出たら一番自分的にはいいなって思ってます。まだまだ課題っていうのは本当に多いので、その課題をこれから強みに変えていきたいですし、強みをよりどんな選手とやっても強みを出して戦っていける選手にもなりたいですし、あかりさんとのダブルスとしてももっともっとレベルアップして、国内大会でも国際大会でも勝ち続けられるペアになりたいなと思います。